三遊亭大鳥落三月一日体は、埼玉県川越市出身の落語家。五代目演学一門会顧問。出林は、松野太夫、または、小札付。本名、内田慶次五代目、三遊亭窓科学の僧侶弟子であり、窓科学の師匠六代目、三遊亭演唱にとって、初の孫弟子であった。前座名は大師匠遠征の本名、山崎松尾の、 松の一字を取り、落末と名付けた。また、炎症存命中に、新内が内定していた孫弟子も、大鳥学のみである。入門後、師匠の炎学は、自身の活動が忙しく、また当時大師匠遠征の身の回りの世話をする前座が、いなかったため、大鳥学を、窓科学の師匠である炎症に預け、修行させていた。 初孫なので、めちゃくちゃ可愛がってもらいましたが、稽古の時だけは恐ろしかったですと、知ってるつもり。で大師匠、炎症を語っている。新内昇進披露宴が帝国ホテルで行われた1979年9月9日は、直前の9月3日に大師匠炎症が急成して、初7日に当たったが、前年の落語協会分裂騒動の遺婚をこの時は、捨て、 落語協会、落語芸術協会の多数の話し家と全寄せの石帝が出席、落語会全体が大鳥学の昇進を祝おうという雰囲気に包まれた。全国各地の蔵元に太いパイプを持っている。1978年以降、2020年現在、静岡放送のラジオ番組にレギュラー出演し続けている。七代目演唱集名の話が出たが、事実上頓挫している。 落末の名前は、大鳥楽に改名後自身の総領弟子に譲った。道へ達を。昭和芸能広く東方線伝満の歩んだ道。中高文庫。ピアニッシモ。380から381。ISBN41 億2203万8766。最優亭放落独演会その一夏の夜話。静岡放送。2019年9月9日閲覧。 昭和53年、この年静岡放送に初登場、以来 SBS ラジオのパーソナリティを務める。ありがとうございます。